29日、全日本大学女子駅伝、甲信ゴムアスリートパーク仙台発着の6区間38、0キロ、3区、5、8キロを走った大阪芸術大の菅崎南花、2年、愛知、光が丘女子が中継点の手前で意識朦朧となり、何度も転倒しながらたすきをつなぐハプニングがあった。中瀬陽一監督は、正直止めてほしかった。 倒れて頭を打ったりしたら危ない主催者側に緊急連絡先も伝えていたので連絡してほしかったと心情をとろした3キロ地点で指示を出していたため事態を把握したのはタスキリレーの直前だったレース中も指示に対して返事がなく緊張してポワーッとしているのかもしれないと感じていた中瀬監督が聞いたところによると脱水症状を起こしたとみられ ゴール時には意識がなかったが、救急車内での救護を経て意識を取り戻した。レース後は自力で歩ける状態に回復したという。付き添い者からも状況を聞き取り、水分補給が十分でなかった可能性があると分析している。緊張で喉が渇くと思うが、本人は気づいていないこともある。チームとしても今回のことを共有して、次につなげたい、と話した。 菅崎は残り200、300メートルの地点でペースダウン。足を押さえるように歩き始め、何度も転倒。一時は仰向けになり、審判員も心配そうに覗き込む事態となった。それでも起き上がり、23位で中継点に倒れ込んだ。この状況に涙を浮かべた4区の鈴木アンナ、4年、がたすきを外して走り始め、菅崎は抱えられて搬送された。 最終的にチームは14位でゴールした。